SM というとこっちが、LTE 対応でこっちが 3G ね。これは 3G だよ。アプリが違いますね、そもそもカメラのアプリが。こっち LTE でこっち 3G なんだけど、でスロットの仕様も微妙に違うんだね。日本ではこちらの SIM 位置をお使いください。なるほど、こっち 2G だから日本で使えないよと。でこっちは SIM 1も SIM 2も 3G に対応してるね。だからね、そういう違いもあるんだ。で若干こっちの方がクロックが低いわけですよね、はい、LTE の方はね。はい、そうですよね。そういう違いもあるわけだ。まあ、1.2 と 1.3 であまりこう実際はまあ体感では変わんないでしょうね。それでカメラが、カメラをですね、ちょっとこのインターフェースは少し分かりにくくてですね、はい、こっちはパノラマとあれですね。そうですね。でこれが、あ、これだ、これでHDR。 ああこっちなんだ。でちょっといろいろ設定、気がつかなかった。ちょっとこれはいや、そういうことなんですね。分かりにくい。分かりにくかった。ありがとうございます。基本的にはほぼ同じようなものが。おお、なんだなんだ、できるんじゃん。ああなるほどね。へえ。